本日は芸能人の似合っていないメイクについてのスレを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。コウキちゃんに恨みある人にわざとやられたのかってぐらいひどいね。この子はスポーティでさっぱりした服と化粧の方が似合うと思う。ヘアメイクさん、後でママにしばかれたんじゃないかと心配になりました。口角が下がってるから、中途半端に笑うよりは口閉じてクールな表情するか、思いっきり笑った方が可愛い。これはメイクさんが、下手くそすぎでしょう。やっぱり似合うメイクでないと。お父さんの DNA、鼻が主張しすぎてる。眉毛が汚い。ドレスがブラックだったのかな？メイクさんシンプルなドレスに負けないようにがっつりやったんだと思うけど、このリップはやめた方が良い。私はモードで結構好き。この子が可愛くないんだなって思ってしまうような写真だわ。水川あさみ、なんか似合ってないね。クール感とフェミニン感が喧嘩してる。オカマ感出ちゃうね。水川あさみはクールな方がいい。これはオカマ感出ちゃってひどかった。ブランドが売りたいのがこの色、雰囲気なら水川あさみをミューズにするべきではなかった。水川あさみをミューズにするなら、彼女にもっと合う雰囲気、色を使うべきだと思った。水川あさみがかわいそうだと思ったくらいだよ。20。これはメイクがっていうか20って韓国プロデュースのイメージが強すぎるから、韓国コスメの仕事の方がお似合いだよ。しかもこの画面のセンターで押されてる人が、メイク映えしないもっさり顔。ビゼを買う層は20に興味ないし、これ見てこの商品欲しいって気持ちにはならないよね。リオはオーディション時の黒髪の頃のかっこいいお姉さん感が好きだった。こう見ると化粧品系はやっぱりはっきり顔が入るね。強いて選抜するならミナリマダは、右上と左下の子。メイク云々より、化粧品のイメがするほどの実力がないからパッとしないんじゃないかな。この人たちじゃいも臭い素人感が抜けないし、韓国プロデュース独特のダサさが出ちゃってる。顔面レベルもいまいちな人がちらほら混じってる。パッと見、小学生読者モデルかと思った。歌でもヘアメイクがダサくてかわいそうだったけど、化粧品の広告でもダサいヘアメイクってどういうこと？ K-POP ってメンバーで色を合わせたりするのに統一感もないし。いつか急に化けさせる狙いがあるのかな？一般レベルの薄顔にカラーアイライナーは難しいことを証明しちゃってる。メイクもそうだけど陸の金髪の似合わなさよ。左上はまこちゃん。今こんな感じなの？別人に見える。石原さとみ。これはヘアもメイクもいろいろひどい。すごい、さとみと一瞬判断つかないくらい別人。この人ストイックに自分に似合うもの研究したりこだわり強そうなのに、これは本人的には良かったのかな？地方の議員みたい。ドラマの役作り？個人的にはジャケットが、さすがのさとみも自分のものにできなかったのか、それとも風変わりな役柄だったのであえてこんな誇張したヘアメイクになったのか。瞳にも輝きがないね。疲れが顔に出ちゃってる感じに見える。どっちな顔かかと思った。メイクさん、せめて眉と髪の色合わせたらいいのに。狙ってるのかな？前髪あったら幾分かマシになりそう。なんでこのメイクと表情で OK 出したの？なんか男の人が無理してメイクして表情それっぽく作ってるみたいに見える。全てが晴れぼったく見えるメイクだし髪型も似合わない。こういうタイトな髪型はエラが張っていたら似合わないよ。とりあえず、チークをなんとかすればもう少しマシなはず。チークがひどい。お手もやん。杉咲花。恋デスで柄と垢抜けたからパーソナルカラー春なのかな。明るい髪色が似合う。逆にブルベ冬だと思ってた。画像貼れなくて申し訳ないけど真っ黒な衣装とか赤いリップが似合う。髪型は可愛いけど色は合ってないよ。服も髪色も変。私もこの子は黒髪の方が似合うと思う。冬だと思う。冬だと思うよ。この茶髪、イエベの似合い方じゃない。この鮮やかなロイヤルブルーは冬の色だね。肌綺麗に見える。茶髪似合わないよね。みんな似合うって言ってるから不思議だったわ。この写真では茶髪似合ってるように感じた可愛い。髪色に引っ張られて顔が工具隅してるように見えるから明るめ茶髪似合ってないように見えるな。北川景子。一瞬ドンファンの妻を思い出した。意地悪そうな顔に見える。妖怪人間ベラ。昔の北川景子。旅行でバリ島行って民族衣装着て写真撮った時、こんなメイクされて泣きそうになったの思い出した。漢字やしほり。昨日の録画なんだけど漢字やしほりさん、この髪もメイクも似合わないと思った。可愛い系の顔だから髪は明るめのオレンジ系の茶色で片下くらいにして前髪薄くしてメイクもナチュラルにしたら可愛いと思う。これはないね。もはや誰かもわからん。伊藤和恵さんっぽい。伊藤さんも美人だけど、漢字屋さんにはもうちょい可愛い感じが似合いそう。顔がここまでおばちゃんっぽくなっちゃうともうヘアメイクでどうこうしても無理なんじゃ。笑ってる顔も撮ってみたけど髪がやっぱり重いのかな。カツラみたい。顔もなんかむくんでるような体調大丈夫だろうか。単に太ったからじゃ？メイクじゃない。
お台場の母笑い。カンジヤシホリって肌がすごく弱くて紫外線も浴びられなくてむくみやすいんじゃなかった？日によってコンディションが全然違うよね。山瀬まみかと思った。松島奈々子。ビールの CM の松島さえ繰り返しこのヘアメイク全然似合ってなかった。黄色の衣装とピンクの衣装バージョンどっちも変。松島奈々子ってビビッドな色に合わないよね。あと、わちゃわちゃしてて動きも変だったし、この CM は松島奈々子の良さを消していた。お母さんが松島奈々子と同じ年だけど、いつも雑誌とかで見るたび違う生き物だと思ってたけど、これ見ると同じ生き物ではあると思った。良くも悪くも落ち着いた役ばかりのイメージだからちょっと抜け感出したかったんだろうな。でもビールやウーバーイーツの CM はやっぱり違和感あった。井川遥香。画像検索してたら見つけた井川遥香。当時こういうメイクが流行ってたのかな。でもちょっと、流行ってたよ。私可愛くもないのにこのメイクやってたから、さぞひどかったんだろうと思う。若気の至りだわ。過去見目合図だったっけ。今見ると怖い。白目の部分まで青く見える。パーソナルカラーの概念がまだない時代とはいえ、アイシャドウ以外全部エーベカラーでチグハグだね。このアイメイク、目が小さく見える。言うほど変かな。当時はこんなメイクが流行ってたよ。怖い。食虫植物みたい。これ、井川遥香なんだ。高垣麗子かと思った。この頃は井川遥香が美人だと気づかなかったよ。当時の流行りのメイクが似合ってなさすぎただけだったのね。ジェニーブラックピンク。腐った安室ちゃんかと思った。ジェニー？バイオハザード出てきそうになってるな。これはなんか清潔感ないね。ジェニーは意外と似合うヘアメイクが限られてる気がする。ブロンドヘアも微妙だったし。前髪ありも何か違う。誰？ジェニー？テテの方が顔綺麗なのか、カースト上位の JK かと思った。これは似合ってると思った。露出してる方が似合うタイプかな。おでこを見せる肌見せするファッションやボディラインがわかる服の方が似合う。おでこを隠したりボディラインを隠すと重苦しくなるっぽい。露出すると寒々しい感じになる人とは正反対のタイプ。ただのブスかと思った。カラコンも変。この時はブルーのカラコンに合ってたけど。ジェニーは黒髪じゃないと事故るよね。金髪似合わなかったし前髪ありも似合わない。すっぴんはこれ出しててがかわいそう。昔の林真理子さんかと思ったわ。加工なしのもがみもがかと思った。宮脇桜。似合ってないわけじゃないけど、なんで口紅だけこの色なんだろう。メイクより服が。笑い。全体的にヴィンテージライクというか70年代っぽくしたいのかなと思った。唇もちょいレトロな感じ。この服が難易度高いと思う。このメイクがオフェロ顔で似合ってないと思った。おもなが強調されてるし唇ボケっとしてる。唇にも何か入れたのかな。髪色と髪型のせいか、ものすごい耳に目が行く明るいカラーで動きのある髪型の方が、メリハリのある顔面が引き立つ気がする。宮崎葵、濃いめのメイクあんまり似合わないよね。素顔の CM のメイクは可愛かったな。この宮崎葵はギリギリ似合ってないか？本人のテイストから大きくずらさず、冒険したと思う。モード系が死ぬほど似合わない。普段がナチュラルメイクだから、モードのイメージないけどモードっぽい濃いメイクなら、まだこっちのが似合ってる気がする。似合ってない。ぶ、二階堂ふみっぽい。二階堂ふみはモードに合う。宮崎葵はこっちより紅茶かなんかの CM の髪型の方が似合ってなかったわ。ベリーショートの。それも顔の可愛さがあるけど個人的にこれがベスト。いつものナチュラルよりこっちの方が好み。メイクよりも、急に鼻が目と目の間から生え出したのはなぜだ？あのパグ顔動画が最高に可愛かったのにさ。この子の内面がよく出てるメイクだね。鼻が三つみたいだけどいいの？顔下半分がイマイチなメイクだね。石橋貴明の娘みたい。ピースの綾部みたいになってる。長澤まさみ。まさみは似合ってるメイク探すのが難しい。特にここ最近は、薄くても濃くてもなんかしっくりこない。モテキの時なんか人類モテしそうなくらい無敵だったけど。これ一般人かと思っちゃった。これよりもっとフトルトラランドのサーヤみたいになりそう。新ウルトラマンもヘアメイクはうんって感じだった。衣装も似合ってない時が多い。絶対にスタイルはいいはずなのに。この人は美人だしスタイルもいいのに謎な衣装を着せられたりヘアメイクもこれじゃない感の時が多いね。長澤まさみだけじゃなく東宝所属の女優さんたち、割と謎衣装が多い気がする。キングダムの時綺麗だった。それまでガルデ美人って言われていても、それほどかな？って感じだったけれど、納得の美しさだった。直線的なボブが似合わないんじゃないかと思う。海町ダイアリーのまさみ好きだな。プロポーズ大作戦の時やラストフレンズの時の長澤まさみも割と良かった気がする。私がこの髪型をしたらカメよ。だあのチャイナ服の時めちゃくちゃ良かった。長谷川京子さん。
長谷川京子さんは薄メイクの方が好きだな。日本人でこのリップの色が似合う人なかなかいないよね。サザエさんのコス？リンカの後釜狙ってるんだろうね。なんだろう、男性感が強い。眉のせいかな？フリーダカーロがちらつく。スティーブン・タイラー感強。あんなに可愛かったのに悲しい。ほんと長谷京可愛かったよね。なんであんな唇お化けみたいにやっちゃったんだろ。タッキーと出てたドラマの時、ほんと最強だった。小野陽子、この方綺麗には綺麗なんだけど、なんかやぼったいでも何をどうしたら良くなるのかもわからない。前は眉が見えない髪型だったと思うよ。眉が見えるようになってからあれっと思ったから眉を半分隠すぐらいの前髪がいいのかも。いつも気になるんだけど、黒目を大きくするカラコン入れてるのかな？なんか目に違和感を感じるんだけど、それもメイクのせい？黒髪にしてからずっと変な気がする。茶色の方が似合ってた。眉毛が太すぎる気がする。眉頭の毛の生え方が男のカモメ型の眉っぽい気がする。小野さんは黒髪にしてアイメイク薄くなってから別人になった。目の下にいつもパールのシャドウ乗せてるよね。昔ゴングロヤルがやってたほどではないけど目的は同じ感じなのかな。目が死んでる。黒髪に合わない茶髪で肩くらいの長さの時が可愛かった。島袋ひろこ、昔の女子アナみたい。誰？背伸びした政治家みたい。親戚のおばちゃんにこういう人いる。やんごとなき一族のドラマに出てくる誰かかと思った。顔隠したら蓮舫やな。ささやきおかみの若い頃、おのぼるきさん。嵐の大野かと思った。裸眼で見てたら有吉に見えた。かわいそうな仕上がりになってる。女装した三宅健。ヒロは昔からショートが似合わないのにショートにしちゃうんだよね。ロングの方が似合ってるのに、社民党期待の新星って感じ。PTA 会長みたい。福原遥、メイク覚えたてだった私の再現 V って感じ。いや、これさメイクした人本当にひどい周りもやり直しさせないのがすごい。これ以外にも明るい黄色の服画像あるけど、日本人の黒髪にはなかなか似合わないね。しかもどれも濃い目の口紅を合わせて、余計にちぐはぐになっているのはなぜ？本人めっちゃ透明感あって可愛いのに全然活かせてなく見える。すべてのポイントメイクが濃いね。こういうヘアメイクは人を選びそう。井上咲楽とか似合うかも。福原遥の顔すごく好きだから本人に見えない。あんな可愛い子でも似合わないのするとここまでなるんだね。S を高級食材でゲテモノ料理作るなんて。笑った素材殺しすぎ優勝。福原遥ちゃん好きなのになんてこと金魚みたいになってるじゃん。竹ちゃんマンみたいだよ。若い子はわかるまい。メイクした人の嫌がらせかと思うレベル。これは素材殺してるわ。これはブマルに見せるメイクだよね。普通に可愛くとか綺麗に見せようとしてやってないよね。マスワカツバサ、毎回口周りぷくっとさせてるけどお気に入りなのかな。 YouTuber のよきちさんかと思いました。カモメンタルのマキオの女装かと思った。修正取った顔見てみたいわ。おっさんが女装した奇跡の一枚みたい。高校生がこんなメイクしない。下唇をコンシーラーか何かで消して小さく見せてあるのかな。涙袋すさまじいけど下唇が気になって仕方ない口元出っ張ってる人みたいになってる。梅ちゃんはこの顔見てどう思うんだろう。長野めい、色っぽメイク似合わない。鼻が丸くて団子鼻っぽいからかな。真っ赤なリップが似合わない。え、誰？これは髪色も合ってない。彼女は黒髪の方が綺麗。もうちょい落ち着いた顔になった時に似合うかもね。この子に限らずこの時に貼られた後期にせよ宮崎葵にせよ鼻がちょっと気になる人はアイメイクがっつりが似合わないと思う。目に注目集めて鼻の存在ごまかせそうな気もするのになぜか逆に鼻が悪目立ちしちゃう。3時のヒロインの人にちょっと似てる鼻かな。今田美桜、メイクというよりは髪型？美桜ちゃんファンなんだけど前髪が似合わなくてこの写真見た時誰？って思っちゃった笑い。全然イメージ変わるね。モード系のモデルさんにいそう。前髪あるなしでこんなに変わるのね。これ可愛くない？外国人風パーマみたいで。絶対前髪なしの方が似合う。今のドラマも髪も前髪あるから違和感。これも今田美桜ちゃんに見えなかった。これはこれで好きかも。あとなぜか離れ目に見える。ちょっと北村和輝味がある。今田美桜は前髪ありでも可愛いと思うんだけど、前髪ありだと量産系になって個性がなくなるんだよね。前髪ありだとちょっと有村架純っぽくなる。本田翼、あんな可愛い顔の人でさえも全てを似合わなくすると別人みたいになると教訓になった。嘘でしょおばあさん。追記、実際の姿がこれ。ヘアメイク本当に大事。防具があるは修正してくれないから危険性が高い。髪型とほうれい線が。土屋太鳳、はっきりしたメイクのはずなんだけどこれは思ってたんと違うって感じになる。これ、眉毛をしっかり描きすぎなんだと思う。サイドの髪ないなら、もう少しだけ薄くした方がバランスいいのと、タオちゃんは下ろした方が色っぽさ増す気がする。
少し頬骨が出てるよね。メイクというより髪型が合ってないのかな。サイドの髪を少し垂らしたらまた雰囲気が変わると思うけど。眉毛がもったいない。太すぎ強すぎ直線すぎ。小泉孝太郎かと思った。眉の太さと血色がないのがダメだね。タオちゃんはアーチ眉にしっかりした色の口紅とチークで女っぽさ強調した方が似合う。おでこが狭めで眉から鼻が長めだから、眉をしっかりさせた分面長が強調される。髪は下ろした方がバランスがいいのかも。ただ、前髪はなしでサイドにボリュームある感じがいいかも。七尾、ミスデビルの七尾。役柄的には似合っていなくもないけれど過剰もう少し引き算すれば良いのに。メイクさん考えてあげてと思っていたら、本人が役に入り込むあまり自分でメイクを直していたらしい。仕事ができる、とメイクが恋は違うのにな、と思いながら見ていた。中条あやみ。いや、中条さんだからダメージが最小限なのか？ここ見てると眉毛が濃いのって似合う人少ないんだなと思った。一瞬、東出の女装かと思った。綾瀬はるか。綾瀬はるかがしゃべくりに出た時、もっと綺麗に仕上げられるだろうとなった。髪型も服の色もメイクもちぐはぐだし良さ消してた。なんだろう、そこはかとなく女装感。綾瀬はるかはリップがやや濃くて明るめなのが好き。シースルーバングがあまりに合わない。厚めの前髪かおでこ出す方が可愛い。なんで？これいつも通りすごい綺麗だったよ。メイクは全然変に見えないけどそのピンクがすごく似合ってない。綾瀬はるかだから綺麗だけど顔色本人比で悪く見える。顔だけよく見たら普通に綺麗だけど全体で見るとちょっと変だよ。もったいない。髪型も似合ってないし、このピンクだとババ臭く見える。シースルー前髪ときっちりまとめ髪が似合ってないのかも。綾瀬はるかってこういう明るめの中間色似合わないイメージ。月9でもダークトーンの服はほぼ似合ってるし、赤、白、黒のようなはっきりした色も似合う。昔の綾瀬はるかはホワンとしてたけど、今はどちらかというと芯の強そうな印象の方が強いからかな。可愛いけど、なんか、これじゃないかん。なんかチークがお風呂上がりみたいになってるね。綾瀬はるかって、ふんわりした色より、ビビッとな色のが似合う気がする。10代20代のアイドルや若手女優なら似合いそう。色味が若いと美人でも顔が浮く。アラフォーだとフカキョンみたいに可愛さに振り切った人じゃなきゃ厳しいと思う。マックスファクターの CM だったかな？マキアージュかな？濃いめのメイクめちゃくちゃ似合ってた記憶。有村架純、モード系のメイクあんまり合わないよね。イマルかと思った。ビジュアル系バンドにいそう。この方女優さんなのに珍しく写真写りで全然変わるよね。大体安定してるのが女優って気がするからさ。柴咲コウ、最近やってたドラマの柴咲コウは金髪あんまり似合ってなかった。グレーっぽいシルバーカラーなら似合ってたはず。このメイク自体、似合っていないと思う。役柄に合わせてミステリアスにしたいのかもしれないけども、素材の良さが半減している感じ。昔バンラやってましたって感じのままとも、写真だとそう思っていたけどドラマ内の動いてる姿は、似合っているわ、可愛いわ、美しいわでびっくりした。綺麗だけどこれもなんか少し疲れて見える。松たか子、クルの松たか子は普段より綺麗に見えなかった。前髪と赤いリップが似合ってない気がする。深田恭子。この焼き糊を切って貼り付けたようなリキッドアイラインやめたらいいのに。元が可愛いのになんでこんなババ臭いリキッドアイライン入れてるんだろ。この人ずっと化粧変わらないよね。目力がなくなるからじゃないかな。この人が美の象徴みたいな扱いには違和感だけど。深田恭子はこの顔で見慣れてしまったしやっぱり可愛いとは思っちゃうな。深田恭子は二重幅広げて一時期アイラインも細くしてた時期あったよ。亀梨とドラマしてた時期かな。前髪も伸ばして綺麗系になって目もなんか小さくぼやとした印象になってた。この人のデビュー時は奥二重の結構キリッとした印象だよね。多分本人が可愛い系が好きなんだと思う。だから目がクリッとするようアイラインも極太に変わったしここ数年は前髪もずっとありだし。深田恭子は化粧が古い。かわいい。すべてが似合わなくてもったいない。かごちゃんわかる。彼女はもっと似合う可愛いメイクがあると思う。今の顔は眉毛に目がいってしまうんよ。主張しすぎちゃってる。カゴちゃんは可愛いのに。これ4年前の写真だけどすごく似合ってると思う。長浜ネル、ボーチェの長浜ネル。加工しすぎて別人、メイクも全然似合ってなくて変。子孫順の女装に見える。吉岡里帆、病んでるメイクかな？吉岡里帆の健康的な雰囲気潰したかっただけのメイク。これはこれで好き。顔が歪んでるみたい。鳥居みゆき入ってる。シシドカフカかと思った。防具とかにありそう。個人的には好き。吉岡里帆の魅力は消してる気がするけど、別に似合わなくはない。田中みな実。メイク云々より誰かわからないけど、もっと美人に撮ってあげられそうなのに。すごいブスに映ってるけどこれでいいの？表情を作る直前を撮られちゃったのかと思った。
これより良い写真はなかったのか？これで美人扱いされるのご本人は不思議に思わないのか？なんかこれ、あの行為の直後みたいな顔してないか？いいの、これで？多分ツヤ肌を目立たせたいんだと思う。いつも思うけど田中みな実は目とか唇より肌に力入れてるって思う。なぜこれを表紙にしたのか。いろいろ撮っただろうに。田中みな実っていつもオーバーリップだけど、いつも不自然ではみ出てて変なのって風にしか見えない。薄い唇がコンプレックスなんだろうな。瞳にカメラマンが映ってるのが笑える。表情がいつもずれてる。ドローンとした目がセクシーだと思ってるんだろうけどこういうイメージなのかな。ちなみにこのセレーナ・ゴメスはとても似合ってると思います。なんでこんな、失敗した写真を表紙にするんだろ？スタッフから嫌われてるのかな？いつもの南じゃない？すんごい写真薄そう。そういえば最近急に出なくなった気がするけど、売り込み時期すぎたの？すごく老けて見えるわ。もっと良い写真たくさんあったろうに。上戸彩、オーブは素材殺しの宝庫。これまでイメガになったほとんどの女優が変な感じになっちゃってた。石原さとみはマシだけど。当時からオーブ買う気にならなかったのそのせいかう。この上戸彩めちゃくちゃ可愛いと思ってた。リップも買ったよ。不良だったとは知らなかった。ほんと素材殺し。左の上戸彩は可愛いのに右はザブングル加藤になってる。顔ってセンスないよね。プリマビスタのファンデのベタなピンクにリボンのパッケージとかさ、オーブのチューリップ型のリップスティックとかさ、アイシャドウのパレットも無駄になんか変な曲線のばっかりだし、女はピンクが好きだろ、みたいな男の考えのあくまで男が考える女の好きなものって感じのばっかり。パーソナルカラー完全無視したらこうなるのかな。もうこれはかわいそう。誰ですか？これも、福本莉子。これ見た時はどうした？と思った。ナチュラルが似合う。ナチュラルが似合うというか、この化粧ができる土台ではないような。これは他のメイク写真と違い、顔だけ切り取って修正かけてもらってない写真だから、お面感が浮き彫りになるね。メイクの仕方も色味も似合ってない。ペンから大きい目がさらに大きく見えてなんか怖い。ポイントメイクが濃いせいか顔の余白が悪目立ちしてる。福本莉子もあるかボーチェに出たら素材を台無しにされそう。佐野日奈子。佐野日奈子はよくファッション誌で事故ってた印象。確かに、なんか事故ってる感あるね。もったいないね。女芸人にいそう。佐野日奈子ならミサミサが一番合ってなかった。これ本当にひどかった。一番太ってる時期だったのか、何か不調でむくんでいたのかわからないけど。北川景子、老けて見える。学園コメディならありだけどこれでメガネの広告はちょっと。監獄学園の会長みたい。セクシー女優感。グレイス顔が、濃すぎるメイクするとアダルト感半端ない。美人ってメガネかけると女教師になる。クールで知的なキャリアウーマンな感じを狙ってこうならありじゃない？まあ、前髪なしだと老けて見えるよね。口紅の色をなぜこれにした？精力剤の CM の女の人みたい。メイクのせいか顔がすごく不自然に見える。鼻プロテーゼにばっかりファット除去してますみたいな。北川景子の失敗？メイクって初めて見たかも。時は高子に見えなくもない。鈴木恵美、これは最近なんですか？貧しい感じしますね。ウーツーヤンに戻った一枚。いつも綺麗なのに、これは似合わないね。え？誰かわからない。この顔好き。黒髪似合わないの意外。黒髪ストレートに赤いシャツってむずいね。これが髪を短くして男性だったら格好良いんだけど。高畑充希、いつ恋の時は、可愛いんだけどなんか違うなぁと思った。コンサバ系が雰囲気に合ってない感じした。コンサバっていうのがどこがコンサバなのかわからん。夜食パパ活みたいなファッションをコンサバと呼ぶ不思議。昭和の女優みたい。これ無理してこうやってるとかじゃなかった？小松菜奈。この時、生まれて初めて髪を染めたって意気込んでましたけど、キャバ嬢だったら他の人の方が良かったんじゃないかと思った。吉岡里帆とか内田里夫とかいくらでもいるでしょ。小松菜奈？典型的なウィンターだね。サマーらしい。え？サマー？ファッションショーを観覧してる写真を見たらウィンターに見えたけどな。森エリカ、ヘアメイクさんやり直し。この人ですら似合わないとは、バブリーなパープルメイクは似合ってる人を探す方が難しいのかな。似合う人って誰だろう？森エリカってイエベじゃない？ブルベメイクをしているのはほとんど似合ってない。これも違うよね。どれもそれなりにポージングで雰囲気出してて可愛い気がする。エイクラナナ、濃い化粧合わんタイプやね。この人、タンクトップやショートパンツのヘルシールックが似合うよね。露出してもやらしくならないタイプ。超ナチュラルメイクでこそ映えるタイプ。中井理香、メイクはそこまで似合っていなくはないような。服がヤバいくらい似合ってない。鼻のシェーディングが逆に鼻を強調させてるね。ダッサ。何この中学生みたいな化粧と髪型。は？可愛いじゃねえか。メイクもしてるかわからん。誰？
キャリーパメパメ？中井梨花は今のメイクが似合わなさすぎてあまり化粧しない方が可愛いというかまし。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。